王立正論会軍旗スリランカ海軍は、スリランカの海軍。スリランカは四方を海に囲まれた島国であり、スリランカ軍において海軍は、国防と国益の保護のために、重要なポジションを占める。スリランカは、インド洋を横切る主要なシーレーンの中央に、位置しており、その長い歴史において、たびたび海上勢力の拠点となってきた。 現在のスリランカ海軍は1950年12月9日に王立正論海軍として設立されたが、その期限は1937年の正論、海軍義勇軍設立まで遡ることができる。第二次世界大戦中は、イギリス海軍の一員として、正論海軍志願予備員に解消され従軍した。現在のスリランカ海軍という名称は、1972年の、 共和制への移行と新憲法制定に伴い、用いられるようになったものである。2009年まで続いたスリランカ内戦においては、シータイガーと呼ばれる、海上部隊を擁するタミルイラム海放の虎に対し、正規軍海軍は、洋上監視や上陸戦、海上補給といったミッションにより重要な役割を果たした。特に、 目標への多数の小型武装ボートによる九州戦術と呼ばれる一種の飽和攻撃を得意とするシータイガーに対し同じく軽量高速の昇海艇軍によってこれを制圧するという教訓を得た。この過程によって結果的に豊富な実戦経験を積んだスリランカ海軍はそれまでの沿岸警備に注力した。 小さな軍から発展し、大テロ作戦をはじめとした、非対称戦争、低強度紛争における、上陸戦や、沿岸域における大反乱作戦に特化した、大規模で強力な軍へと変化した。また、インド洋における、武器密輸の阻止のため、外洋での活動も行っている。海軍参加には、特殊部隊である SBS と、海軍不評の海軍紹海兵が存在する。 スリランカ海軍の人員輸送用総動船。スリランカ海軍は、紹介紙や輸送艦、高速艇など主に小型艇を中心に50隻以上の艦艇を保有している。艦艇の主な供給元は、中国、インド、イスラエル並びにスリランカである。ありがとうございます。